上空に非常に強い寒気が流れ込んでおります。今日、はいえー、もです、ね、雪の情報、そして週末、大学入試もありますね。えー、気になる週末の予報、そして向こう一か月の予報もお伝えをしていきます。はい、まずは皆さんからいただいたですね。えー、頼りなんですが、今日は昨日の,うの、えー、寒波の名りっていうのが多いですね。 鶴賀城がもうモノトーンになっちゃって真っ白ですねね、なんかこう寂しげな感じがしますけれどもまあ冬らしいって言えば冬らしいですよね一方で全然違うんですよ同じ福島県なのに太陽さんさん浜通りブルーと言ったところですただあの先ほどから雪が降り始めてる小名浜なんですがいわきの雪雲どうなるのかこの後詳しくお伝えをしますえ、そして風が 結構、昨日は強く吹き荒れて、はいえー、昨夜の風で家の松の木が折れて電話線が切れましたあ<ら>これあの、電線が切れちゃうと停電になるし、はい、電話線だと通信障害が起きち,ちゃうしう、ね、大丈夫でしょうか明日もですも、ね、風がちょっと強い一日になります。えー、そして、 福島市、日の当たらない住宅街の道路はがちがちになったまんま本当歩きにくいですよね、私いつも稲荷神社の近くを、はい、あの通って通,学通勤してるんですけれどもだいぶ稲荷神社の周りはです、ね、氷を溶かしてくれてまして<ー>だいぶ歩きやすくなってます、はいありがたいでも一つ、裏道なんか行くと結構、やっぱりまだ氷が溶けてないのが多いですよね,すね、えー、週末にかけてです、ね、この氷ただ溶けそうなんですよ溶溶けける、多分溶けます。<laughs> 絶対解けるなのであの週末ぜひあの除雪、融雪やっていただきたいんですけれども週末スキー場行かれる方いるんじゃないでしょうか、はい、最近全然スキー場ゲレンデ情報やってなかったんで久しぶりに、うん、どんな雪が降ってるのか、はい、すごいオープンから雪雪がずっと続いてる <laughs> めぐみの雪ですねで気温がマイナスの日が続いてるっていう美濃マスキー場でー、はい、とにかく超パウダースノー。おー で上のほう見えないんだけど晴れれば樹氷もきれい樹氷も見えるんだすごいでこんなふうにあのクラブハウスのところご覧のように厚みがすごいですね雪肥ができてますよねいやいかに雪がすごいかこれ落としてほしいなという気がしますけど落としてくださいねそしてグランデコスノーリゾート今日は氷点下10度積雪2メートル90センチ去年よりも1メートル多いっていんですまさに神の雪神雪ですよ 週末、絶好のコンディションになりますので、はい、除雪作業したら。 あの雪を滑りに行ってていいいたただきたいと思います, <laughs> そ,す、ね、そして気になるのがです、ねはい、この後の雪なんですけれどもいわきで雪が降っております普段降らないいわきの雪、はい、大体2割ぐらいの方があの夏タイヤのまんまなんですよね、うん、気になるところですけれどもいわきの雪雲はだいぶ弱まりました、海上、はい、にほとんど抜けているというような状況でこの後弱まってきますけれども、はい、ちょっとこの辺りのやっぱり雪雲気になりますよね、西側の方、はい、この後なんですが8時 そして9時という具合に、えー、会津、そして中通り中心にやっぱりまだ今夜雪が降るかなと思います。で え雪の量です。これあのマックスです。はい、最大降るところでこれぐらいの降る雪。うんはい、で今日の雪はこれからですね局地的な降りになりますんで、まあ極地的に強いところっていう意味で、えー、福島5センチ、郡山2センチ、えー、白川3センチ。いわきはですね明日みめにもう一雪あると思ってください。はい、えー、そして会津の山沿い中心に雪になります。そう。えー、今日の雪が砂雪型であれば、はい、明日の雪は 山沿いを中心に降る山雪型になりますこれがキーワードです、はい、あその天気ですあの山雪型なんでだから全然ほら福島盆地と山沿いで違うんですよはい違いますね明日また下廉でたっぷりと雪が降り積もるんですが、はい、明日は風が下廉で強いんで、うん、もしかしたら、えー、リフトとかが止まってしまうぐらいの強い風が吹き荒れる可能性があります、はい、そして 降る雪がなくても、はい、明日地吹雪発生する可能性が高いです。はい、この前も稲わしの地吹雪すごかったでしょ。昨日もすごかったですね。明日もですね稲わし方面、えー、バンダイ降ろしとともに稲わし、うん、かなりの地吹雪が予想されますのでこの天気をつけてください。はい、そして中尾の北部です。 晴れているのに雪がが舞舞うう風花山雪型の時というのは福島盆地でも晴れたり雪が降ったり、うん、てったり降ったりの天気になります、えー、風花とかふっかけとか言いますけども、はい、風がすごく冷たくて、冷え冷、ー、え,えとした一日ですね、こういう時にあんぽがきが風に当たると嬉しくなるんですけれども、<laughs> 中通りの南部です、はい、そんなこと、まあ、悠長なこと言ってられないぐらい、明日は冷たい強い風が吹きます。 あのー、今日降った雪がですね。また氷に変わるということですので、はい、明日朝、えー、転倒しないように。皆さんあのスパイク状の靴を履いたり、登山靴を履いたりしてくださいね、うん、えー。そして浜通りですえー、青空寒波です。はい、で、明日瞬間で20メートル以上含んで、でね、今日新幹線がダイヤ乱れましたけども、はい、明日は常磐線とか東北本線、はい、少し遅れが出る可能性があります。はい、さあ、この後じゃあ一体寒波どうなるのかなんですけども。はい、今日明日まだ明日まで寒波ですね。はい ほら土日は落ち着くんですよところがまた寒くなるの早いですね、寒くなるの本当その通り、じゃあこのあと一体どうなるのかこれ、1月から2月の平均的なですねこれ天気図なんですけれども寒波が南下しやすくなるそしてここでブロッキングされるからここで停滞しやすくなるんですよ、つまりどういうことかというと少なくても2月上旬までこの伝統型が続くということ報です。 土曜日、日曜日は穏やかになりますので、受験生の方、安心してください、はい、え次、また猛烈な寒波が来るのは火曜日、水曜日あたりということになります。はい、1> 1区はこちら、真っ白な雪雲の壁西山に福テレ防災ラボでした